皆様こんにちは、韓中国です。アメリカ国勢調査局は26日、アメリカの各州が今後10年間で435人の下院議員のうち何議席を獲得するかを決定するデータを発表しました。同データによると、テキサス州では議会下院の議席が2つ増え、フルディア州では1つ増えることになりました。コロラド州、モンタナ州、ノースカロライナ州、オレゴン州の4つの州で、 それぞれぞ議席ずつ増加しましたまた、カリフォルニア州イリノイ州ミシガン州ニューヨーク州オハイオ州ペンシルベニア州ウェストバージニア州の7つの州では人口減少により下院の議席が1つずつ減少しました今回の議席増により下院共和党は4年間の抑制を乗り越え2022年には過半数を獲得できる見込みとなりました 共和党党は来年5議席席をを獲得すすす。れば、現在のの民主党の多数席を覆すことができます赤い州テキサス州は現在40枚の選挙人票を獲得し次第に赤い州になったフロリダ州は30票を持ち青い州のカリフォルニア州に次ぐ第2位と第3位となりましたこれで保守派の戦闘力は高まるに違いありませんし 民主党陣営に大きなプレッシャーとなるでしょうご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします